ラストワンマイル問題を緩和する方法として自転車シェアリングなどが挙げられるラストワンマイルとはサプライチェーンマネジメント及び交通計画において交通結節点から最終目的地までの人や物の移動を表す用語であるラストワンマイルという用語は本来は通信分野で使用されていたがサプライチェーンマネジメントでも使用されるようになった 貨物鉄道ネットワークやコンテナ船による輸送は、しばしば最も効率的で、費用対効果に優れた出荷方法である。しかし、容量の大きい貨物駅、または港に到着したものは、その後最終目的地に輸送しなければならない。サプライチェーンにおいてこの最終区間は、効率性に劣ることが多く、物流にかかるコスト全体の28%までを占める。 このことがラストワンマイル問題として知られるようになった。ラストワンマイル問題は都市部における配送の課題を含むことがある。中心業務地区の小売店、飲食店、及びその他の業者への配送はしばしば混雑や安全性の問題の原因となる。関連するラストワンマイルの問題に人道支援が必要な地域への物資輸送がある。被災地域の輸送拠点まで 救援物資が届いても自然災害による損害あるいはインフラストラクチャーの欠如が原因で分配できないことがある。東日本大震災でも物流の停滞は問題となり、大和運輸などがこの問題を解決している。北京市海予独の住宅街に設置された配達用スマートロッカー電子商取引が成長を続ける中、消費者の家や企業に至る 輸送の最終区間はより挑戦的な問題となっている。多くの消費者は配達が一般的に行われる時間に留守であることが多いため、不在配達は UPS、FEDEX、ASPUS、DHL などの配送業者の間で大きな問題となっている。不在配達された小包みを放置することは商品を風雨にさらされ、無防備な顧客の玄関や、 入り口付近から荷物を盗み出すなど、盗難のリスクにさらされることになる。世界的な EC 需要の伸びに対し小口配送のインフラ整備が追いついておらず、労働人口減や労働環境の悪さから配送ドライバー不足は深刻となっており、アメリカではドローンを利用したドローン宅配便が発案され、中国では物流崩壊が起こったことで、ドローンの他に、 無人搬送車を使用した配送や、倉庫の自動化、スマートロッカーの設置などが国策として開始されている。アマゾンや在オでは荷物を配達する手段として、都市部などにスマートロッカーを設置しており、自動運転車による配送も一般的なオプションとなりつつある。ヨーロッパはこれを率先して行っており、ドイツ、英国、ポーランドがこれらのサービスの最初の市場となっている。 ラストワンマイル配達における主な課題にはコストの最小化、透明性の確保、効率性の向上、企業間の摩擦をなくすこと、インフラストラクチャーの改良が含まれる。日本でも年間1.8億時間、人数にして9万人相当に当たる労働力が再配達に費やされており、配送時の不在を解決する取り組みが各種行われている。近年では AI と 電力データを用いた在宅判定アルゴリズムを構築し配送用アプリとして配達員に表示することで不在配送率を20%削減することに成功しているスペインの企業ヒリコが開発した折りたたみ式の超小型モビリティ電気自動車駅から目的地に移動する問題を解決するためドイツ鉄道の各駅に設置されたラストアンマイルはまた 交通欠接点、特に鉄道駅、バス停、船着場から最終目的地への移動の混乱を指す。出発地点から交通ネットワークへの移動に混乱がある場合、この状況は代わりにファーストワンマイル問題と呼ぶことがある。これらの問題は、米国では職場や人が郊外、それもしばしば既存の公共交通機関まで歩いて行ける距離にない場所に移転するような、 土地利用形態である場所では特に深刻である。それゆえ、このような地域での輸送機関の利用は実用的でないことが多い。批評家はこのことが車依存を進め、混雑、公害、スプロール現象を助長すると主張している。公共交通におけるラストワンマイル問題の伝統的な解決法には、フィーダーバスの利用、自転車のためのインフラ、 都市計画の修正が含まれる。ラストアンマイル問題を軽減する他の方法として、自転車シェアリング、カーシェアリング、個人用高速輸送システム、電動式、ローラーシューズなどが提案されているが、採用具合は様々である。2015年末、フォードモーターが乗り物としての利用に耐える自立安定一輪車の特許を取得した。これは、 ラストワンマイルの通勤ソリューションを意図したものである。しかしながら、自転車シェアリングは、ヨーロッパとアジアで広く成功を収めており、北米でも大規模に実施され始めている。2017年末から、マイクロモビリティサービスとなる、電動キックスクーター及び電動アシスト、自転車シェアリングが、市場に参入し、人気とシェアを獲得している。ありがとうございます。